ダイエット頑張っているけど1キロも痩せない、運動が苦手、更年期も重なってやる気が出ない、なんてことないですか？このままだと嫌ですよね。1日も早くダイエット卒業していきましょうね。マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエットなかなかできない、続かない、その気持ちよくわかります。そこでこの動画ではマイナス10キロ痩せた私が実践している昼に飲むだけで痩せる飲み物がわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。昼飲むと痩せる神ドリンク3選お伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのドリンクを飲むと痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、昼一杯飲むだけで痩せる神ドリンク3選詳しくお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの神ドリンクを飲むと痩せることができるのでしょうか。痩せるポイント3つあります。1つ目です。あなたの腸内環境が整うからなんですね。これすっごく大事です。痩せたいなら腸内環境です。そうしないと根本的な痩せ体質に生まれ変わることができないからなんですね。いくら一時的に痩せたとしてもリバウンドっていう方は腸内環境が悪い方、逆にリバウンドしなくていつまでも綺麗にそういった体型をキープできている方っていうのはもう腸がピッカピカなんです。どういう状態かというと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類が多くって元気でいつも腸内に住み着いてもらっている方、こういった方はもう根本的に痩せ体質と生まれ変わっているので大丈夫なんですよ。ということで今からお伝えするドリンクを飲まれますと、やはり腸内環境が整いやすくなって、しかもやっぱり水分ってすごく腸にとっても大事です。で、飲むタイミングとかね、そういったのも全て大事なので、後ほど詳しくお伝えしていきたいと思います。では2つ目のポイントは、代謝がアップするからなんですね。いかがですか。もう年齢とともにね、仕方がない、代謝はどんどん落ちていってますよ。ホルモンのバランスもそう、そして筋肉量の変化もそうです。特に私たち女性はそういった女性ホルモンの影響もとっても受けてるんですよね。ですから今までと同じような運動量、同じような食事メニューと量を食べてれば、それは太りますよって話なんです。だけれどもそういったところに工夫しながらも、やはりこういった飲み物をお昼に飲むことで、あなたの脂肪のね、燃焼効果がアップして、まあ、結果代謝も上がるという、まあ、こういった飲み物の力を借りるってすごくいいと思いませんか。では3つ目のポイントです。脂肪燃焼効果が高い飲み物だからなんですね。いかがですか。飲むだけで溜め込んだ脂肪を燃やしてくれるってすごく嬉しいですよね。こういったドリンクの力を借りて溜め込んでしまった脂肪もどんどん燃やしていく、プラスそれ以上を溜め込まないようにするっていうのもすごくポイントなんですね。ではここから2つ目の項目です。昼一杯飲むだけで痩せる神ドリンク3選1つずつお伝えしていきます。まず1つ目はこちらです。緑茶になります。では次にこの緑茶のダイエット効果についてお伝えしていきますね。では緑茶のダイエット効果、1つ目は脂肪燃焼効果があるなんですね。緑茶に含まれるカフェインが代謝をアップしてくれて、結果脂肪を燃えやすくしてくれるんです。2つ目、太るもと血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があります。これはカテキン効果ですね。そして3つ目は中性脂肪の合成を抑えてくれる効果もあります。これもカテキンの働きによるものです。そして4つ目は太るもと糖質の吸収も抑えてくれます。5つ目は腸にとっても関わってくる内容、悪玉菌の数を減らしてくれて、結果善玉菌の数を増やしてくれる効果もあるんです。他にもコレステロール値の異常を抑えてくれたり、ビタミン C やビタミン B も豊富なんですね。また嬉しいのがゼロカロリーです。ではここから緑茶の痩せる飲み方注意点をお伝えしていきます。ポイントは食後に1杯です。この緑茶のね、苦味とか渋みが満腹感を得ることができて食べ過ぎ防止につながるんですね。でまた緑茶はホットで飲みましょう。そうすることで腸を冷やさずに済みます。では神ドリンク2つ目は紅茶になります。ではここから紅茶のダイエット効果、1つ目は紅茶カテキンの働きで糖質、太るもとですね、これを分解してくれる効果が高まります。2つ目、
太るもと血糖値の急上昇を抑えてくれる効果もあります。3つ目、紅茶のカフェインが脂肪をどんどん燃やしてくれます。4つ目、紅茶は体を温めてくれる飲み物なんですね。結果お体が温まって代謝がアップします。またこの他にも抗酸化作用やコレステロール値も抑えてくれたり、そして嬉しいのがカロリーゼロですね。ではここから痩せる飲み方注意点についてお伝えしていきます。タイミングはお昼食事をとる前、食前にホットでコップ1杯飲んでいきましょう。これ以上飲むと飲み過ぎになります。また冷たい紅茶は腸を冷やしてしまって消化不良、しかも栄養が吸収できなくなってしまいますから、必ず温かい紅茶を召し上がってください。では3つ目の神ドリンクはウーロン茶です。ではここからウーロン茶のダイエット効果についてお伝えしますね。1つ目はウーロン茶が持つカフェインが脂肪燃焼を促進してくれるんです。またカフェインにはそれだけではなくって体に溜まった余計な水分を出す効果もありますから、むくみ防止にもなります。2つ目、ウーロン茶が持つサポニンという成分が太るもと脂質を分解してくれるんです。3つ目、コレステロール値を抑えてくれます。4つ目、ウーロン茶独自が持つポリフェノールが油の吸収を抑えてくれるんです。5つ目、中性脂肪を減らしてくれるので体に脂肪が蓄えられるのを防いでくれるんです。6つ目、ウーロン茶にはテアニンと呼ばれるアミノ酸の一種が豊富なんですね。これがストレス緩和につながります。いかがですか？ダイエット中ね、やはり大なり小なりストレス溜まりやすいですよね。なのでダイエット中ストレスが多い方はこのウーロン茶の効果を使ってリラックスするようにしましょう。そしてウーロン茶もカロリーゼロ、嬉しいですよね。ではここからウーロン茶の痩せる飲み方注意点です。1日だいたいコップ 1,2 杯まで、そして飲むタイミングは食事中か食後にしましょう。そうすることで油分を素早く分解してくれますから脂肪を溜め込みにくくしてくれるんですね。また運動中にもすごく効果があるドリンクです。例えば有酸素運動、ウォーキングとか軽いジョギング、そういった時にこのウーロン茶とセットで運動されますとより脂肪燃焼効果がアップします。また他の2つと一緒、飲む時は冷たいのではなくてホットで飲んでいきましょうね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画は昼コップ1杯飲むだけで痩せる神ドリンク3選お伝えしました。もし役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますととっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。